さんこんにちは、建築博士の和田直子です。アシスタントのももです。今日はフランク・ロイド・ライトが設計した自由学園明日館に来ています。都会のど真ん中にあるとは思えないくらい静かでとっても素敵な場所なんですよ。それでは参りましょう。ここが中心にあるホールです。内部にも大谷石が使われています。ここは大教室です。こちらは食堂です。あら、ももくん、よく見つけたわね。いろんな形の窓がありますね。中心に暖炉があるのはフランク・ロイド・ライトらしいデザインと言えます。人が集まる大事な場所に必ず設けられていました。2階は現在展示室になっていて、自由学園の模型やライトの他の作品を知ることができます。ライトの身長は低かったと言われています。そのせいかどうかは分かりませんが、ライトの設計手法として天井高をあえて低く抑えていることがよくあります。ここもそうですね。そうすることで天井が高い空間に移動した時にあーっと驚くんですね。次に講堂へ行ってみましょう。こちらは弟子の遠藤新が設計したものです。ももくん、どうだった？斜めの線がいっぱい。そうね、よく気がついたわね。フランク・ロイド・ライトは実は絵が苦手だったんです。なので定規を使ってデザインすることで美しい幾何学的なデザインが生まれました。以上がドクターナフーとモモのバーチャルツアーでした。またお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。